力称賛に値する。だが無意味だ。我が灼熱の煉獄を打ち破りし者、竜の一族とて一人もおらん。苦労式炎の記憶がただ残り、記憶がただ繰り返されるのみ。人間どもに炎を授けたのは誰か、誰か、誰やろう。このゼダニアスに他ならん。そいつは初耳だ。赤子のごとく無知な忍者よ、お前は何も知らん。
我が大使炎、それは人間どものなけなしの夢であった。だがお前の先達竜の一族はその火を消し去ろうとしたのだ。愚かなこととは思わんか。さあな。因縁深き忍者の一族、竜の一族の末裔は地獄の豪華をその身にまとうがいい。奥様は運その炎の浄化を受けよう。熱い熱い。